のコミック誌コニックね。そういうことやってるから編集長。はい、もう一回やります。女の子のためのコミック誌コミックシルフに連載されている作家さんから毎回僕らのところに普通のストーリーことふつストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナーなんですけども、はいはい、今夜はこのコーナーに、はい、コミックシルフの編集長が勝ち込みに来てくれました。こんばんは、コミックフィル、あ、こんばんは、コミックシルフ編集長杉原千秋です。よろしくお願いします。今日はどういったご用件で来たんでしょうか。ですね、先日ドリアンを皆さんでも、ドリアン美味しくいただかせていただきました。ありがとうございます。もう本当美味しかった、はい、放送を聞いた作家さんがですね、はい、すごい楽しそうだと、はい、あ、楽しそうだ、調子乗ってドリアン食べちゃったんですね。したらですね、体調崩しまして、あ、そうですか、原稿落ちちゃったりしましてみたいなことを聞きまして、それでこんなことがあったりしました。それでドリアンのせいで、リリー先生はこあのボリューム4載ってないというなのがいろいろありました。あ、そうですか。それは大変失礼いたしましたって俺が謝ることじゃないけどな。ちょっと待って、ちょっと待ってくれよ。俺らはそうだよな、食わされたのはこの星野リリーのせいだろ。リリーのせいだよね。ってことはで、それ食って休んでた自業自得じゃないのか。そうだよね。じゃ別にあれじゃん、怒られるわけじゃねえんだ俺ら。編集長何しに来たんですか。何しに来たんですかね、はい、なんかさっきね、ケーキ的なものがね差し入れされましたけど、ね、あ、美味しくいただかせていきました。ありがとうございます。美味しかったんですけど、どういったご用件で。今日はですね、はい、お二人がディアガールストーリーズのコミック化をしているということで、はい、あれ本気にしちゃったんですか。本気ですよ。あ、そちらのご用件 で、 その件がちゃんと編集長の耳にも伝わっていると、あれは僕らのされ事ではなかったんですね。大変失礼いたしました。本気か。本気だ。じゃあ真面目に考えよう。なんだ、ドキドキして損したじゃん。なんだ、そういうことか。じゃあちょっと前向きに考えようぜ。コミックシルフにですね、よし、僕らが原作のですね、うんうん、漫画を載せてくれるということじゃないですか。あれ本当でいいんですか。そのつもりで今日は。そうですか。なんだ、そっちの方が良かった、ちなみにですね、今ボリューム4が絶賛発売中なんですけども、ボリューム5が12月発売ですよね、うん、それにはさすがに間に合ったりとかしますかね。ちょっとそこは厳しそうなので、はい、ってことはボリューム6に掲載できればいいなみたいな感じ。そうですね、はい、じゃあまだ違いますね。ちょっと僕らよくわからないんですけれども、月刊誌だといつまでに原稿っていうのは 100% 上がっている状態だったら載せられるんでしょうか、うん、一応雑誌の発売日の1ヶ月前には原稿を上げて、1ヶ月前結構早いんですね、はい、うんうん、で それよりも 前に、うん、ボルゴで、はい、事後予告を載せて、それが12月発売、それはどれぐらいまでに必要なんですかね。事後予告って結構ギリでも平気。ギリでも平気ですが、うん、できれば今日決めたい。今決めたい。無茶言うな編集長。今決めたい。次回予告で、じゃあ私言ったら、ね、できるできる。そうそうか、私たちはできる。その前に次回予告決める前に、うん、タイトルとかもまだ全然決まってないじゃないですか。そうですね。じゃあそのタイトルとかも決めていった方がいいみたいなことですよね。今 Now。あ、そうですか。じゃあですね、タイトル、うん、でも「ディアガールストーリーズ」ってタイトル入れたいんですよ、はい、それがサブタイトルになるか、うん、その本物の、何だろう、本タイトルになるかちょっとまたあれなんですけれども、うん、とりあえず「ディアガールストーリーズ」は入れてこうぜ。それは編集長ストーリーズは入れる、色がないですね、タイトルに、はい、でやっぱり内容にもよるから、うん、まず内容を決めていこう、うん、でとりあえずこの番組の中で話し合ったのは、うん、昼間はラジオ DJ というかラジオパーソナリティなんだけれども、裏は探偵みたいな感じなんですけど、その設定はどうですかね、うん、そうですね、探偵っていうとなんかかっこよすぎるんで。かっこよすぎる。そういう理由だ。もう少しなんかこう広い感じで、なんでも屋さんみたいな感じ。あ、なんでも屋、ね、なんでも屋、あ、漠然としてますけれども、じゃあなんでも屋の方が逆にやりやすいんじゃないかと、うん、そうですね、いろんな小さな事件から大きな事件まで解決するイケメン2人と設定で、イケメンいいですね、インサイダー取引から迷子猫の捜索までみたいな。そうですね、あ、じゃあそうしましょう、何でも屋で夜はあれじゃなくて、昼はまあ普通に声優活動をしていて、なるほど、夜は何でも屋、裏の顔はね、じゃあそういう設定でしましょう。で、絵柄的にはシルフはなんかいろんな絵柄があるじゃないですか、でポジション的に
ぶっちゃけやらしい話ですけど、どういうのが売れるんですかね。ここ大事で、ね、かっこいい感じなのか、かわいい感じなのか。かっこいい感じ。かっこいい感じですかね。かっこいい感じ。ギャグとかもちょっと入れながらみたいな感じ。入れながら。ギャグとかも入れながら割とかっこいい感じで。お、それいいな。あ、それじゃいいじゃないですか。うん、じゃあ SD になったりするといいかな。え、普段かっこいいんだけど、その突然チビキャラになる、あ、ディフォルメみたいになるみたいな。いいじゃないですかそれ。あ、じゃあですね、そういうのを、そう、あの、うまい作家さんをですね、こう見繕っていただいて、はいはいはい、お、じゃあそういう方向性でちょっと行きましょうか、ね、そうですね、作家さんは、はい、編集部で考えますので、よろしくお願いします、はい、じゃあ方向性決まりましたね、はい、あとはゴーストライタースワがですね、僕らの名前を語ってストーリーを考えてくれれば最高だけど、ね、いいと任せ、うん、でストーリーか、うん、絵にする際に、うん、やっぱりなんか決めポーズとかって あった方がやっぱ 絵柄的にいいわけじゃないですか、うん、だから、うん、この場で決めようじゃないかと。決めポーズ。小野君立ってこっち来て。編集長の前でちょっと決めポーズをね。ちょっとラジオでそういう視覚的なことを。視覚的なこと、ちょっとこれマイクこっちに向けますよ、こうやって。で、こうまず普通に立ってるところ。まあこれで絵になりませんよね。そうですね。やっぱりどっちかがしゃがんだりとかした方がいいですかね。背中合わせってどうですか。まず背中合わせ。普通ですか。まあまあいい感じ。まあまあいい感じ。まあまあいい感じ。じゃあどっちかがしゃがんでみる。俺がしゃがんでみる。お。もうちょっと上な感じ。もうちょっと上な感じ。じゃあ中腰ですか。中腰。ちょっと中腰ちょっとかっこ悪いんですけど。疲れますね。疲れますし、ね。立ちますか。背伸びをするのか。なんで背伸びしちゃうの。真面目に考えてよ、小野君。もうこれがだって絵になるんだよ。まずイメージカットになるわけだから。だから。まずこれコミックシルフの来月号のその次号予告のところに予告のそうそうで予告のイラストになる可能性がある、こういう風な感じでね、あのほら新連載山田知恵太郎マジなどが書いてあるけれども、新連載みたいな感じで俺らのやつが乗るときにどういう絵柄で乗ってほしいかですよ。これ大事だな。大事だよ。気づいた、今気づいたでしょ。ほら見ろ。すごい大事だ。だからイケメン風、イケメン風でなんだろう、やっぱ俺背中、結構ね背中がいいって言われるんですよ。背中がいいって言われるの。だから背中でこうちょっと顔見えなくてもいいんじゃないかと思ってるんですけれども。ダメでしょ。あのごっつマイクを振ってますか。ラジオ的にはちょっと俺ら今必死なんでちょっとほっといてください。ほっといてください。こういう感じでどうでしょう。あー、いいですね。僕はなんかこうあの波紋がオーバーだ。なんて調子なの。ダメ。ちょっとだから探偵ちょっと怪しげな雰囲気を背中で語るみたいなことなんですけども、まあ、小野くんは変態の役でいいです。まあこういう感じでちゃんと携帯サイトの方に写真載せますからね、皆さん見てくださいね。じゃあこういう感じでどうでしょう。神谷さんは男前な感じになります。はい、じゃあ問題は小野くんですね。じゃあ小野くんはじゃあそのまま立って研究しててポーズで、マイク戻しますね。タイトルなんですけど、何でもやっていうコンセプトを教えていって、何でもやをそのままタイトルにするっていうのはベタすぎるんですかね。ベタすぎる気もします。なんでそこなくてもいい。何でもやなくてもいい。どういう方法だったのか。なんかディアガールストーリーズがそのタイトルにつくんで、うん、はい、短めのタイトルを。おー、そっちはちょっと長いじゃないですか。はい、サブタイトルがディアガール。むしろ一文字とかで、一文字くらい短さで考えた。お、じゃあ一文字。あのそういうのね、あのお能が得意なんですよ。実は。実はそういう、ま、その世界では結構名を馳せてるんで。なので、あの小野くんが漢字一文字をじゃあ今から考えますんで、それに対してちょっとダメ出ししてやってください。はいはい、漢字一文字。はい。はい、ああ破れちゃった。これどうですかね。ありえないなかったことにごめんなさい。はい、すいません。追い詰められてるみたいです。ああじゃあ。難しいですね、一文字って。僕ら声優なんで声っていうのしか思い浮かばないんですけど。声、うん、声、声だから響く。あ、今日ね。あ、で今日どうですか。今日いいですね。名前がこれにちなんでるとかね。二人の名前がね、どっちも今日って名前で、こうその二人も漢字が違うみたいな。あ、響く、うんっていうのと叶うとかっていう字で京とかにするとかね。京都の京でもいいし。ああとか、あとは何でも屋さんの名前、会社の名前が、会社の名前が京でもいいかも。あ、京でいいですね。京ディアガールストーリーズ。は
かっこいい。割といいんじゃないですか、うん、これはいい。皆さん納得してくれるんじゃないですかね。あ、今スタッフ一同納得してます。はい、あ、はい、ということなので割とあっさりと決まりましたが。本当だ。いいですかこれで。そうですね、はい、じゃ あのこれであの非常にかっこいいフォントにしていただいてです、タイトルを尻の時はどうしようかと、ぶっ飛ばそうかと思ったけどね。あの今日かなり話が進みましたね。編集長来るとやっぱ違うね。本当だ、ドキドキしてましたけどね。あのバットが置いてあるびっくりしましたけど、びっくりしましたけど、ね、はいはい、あの今回の打ち合わせを踏まえてですね、今コミック化の計画ですね、はい、地下に潜って進めていきますので、編集長の方にはですね、いろいろと決まり次第あの連絡させていただきますので、うん、今後ともぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、わ、はい、かりました、はい、ということで、あの勝ち込みゲストはコミックシルフの杉原千秋編集長でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。